スタートしました。3番のトーセンジャガーちょっと遅れました。好スタートを切ったのは5番のクイーンオリーブ。クイーンオリーブ、内から4番フルーアクセル、2番ジャングルハヤテ、外から15番のワールドブルーがクイーンオリーブに迫ってきました。前は2頭です。2馬身ぐらいリードを取りました。前の2頭フルアクセルが3番手に続きました。4番手に14番マイネルグート、5番手のうちに2番のジャングルハヤテ、あとは7番キングズクエスト、外9番のガチバトル、中段の位置に6番のスピルバーグが追走して、外に10番のダイワズーム、2頭並んでいます。あとはうちに1番マーブルデイビー、3番当選ジャガー、外に11番ビクトリースター、後方から3番手やや追い上げて13番バッドボーイ、うちに8番アーデント、その後は2馬身差12番エスカナール最後方で、しかし前から後方までは11馬身から2馬身ぐらい 1000m 標識を通過、3コーナーのカーブに入っています。クイーンオリーブペースを握ってリードは2馬身から2馬身半、2番手に15番ワールドブルー、まもなく 3,4 コーナー中間です。あとは外マイネルグート800の標識を通過、あとはダイワズーム、そしてインコースにフルアクセル、3番手集団が徐々に広がっていきます。直後ガチバトル、そしてキングズクエスト、内には2番のジャングルハヤテ、外11番ビクトリースター、後方から5、6番手の位置に6番のスピルバーガーバーグが控えて直線コースに向いてきました。クイーンオリーブ先頭でリードは半馬身ぐらいに縮まってきました。あとはフルアクセル並んできました。赤い帽子2頭400の標識を通過、あとは後続大きく広がりました。キングズクエスト、そしてマイネルギューとダイワズーム、外からバッドボーイも迫ってきました。今スピルバーグが5、6番との一戦です。中段馬群の中クイーンオリーブ200の標識を通過、あとはフルーアクセル、そしてダイワズーム、キングズクエスト、そして追い込んでくるスピルバーグ、そしてバッドボーイも追い込んでくる、外からスピルバーグ迫ってくる、クイーンオリーブ、外からスピルバーグ、2頭が並んで降臨、外6番スピルバーグか。